お世話になります、ひとりでございます。今回は BP を一切使わずミントを無限回収できる方法、 Twitter の DM で教えてくださった方いらっしゃったので、その情報を共有させていただきたいと思います。で、場所はどこかと言いますと、この水の塔の右後ろ側ですね。その方に行きまして、そうすると岩が何個かあると思うんですが、ここに1個あって、さらにもう1個でかいのがあって、でその奥にちらっと木が見えると思うんですが、あの島に行きます。ここのでかいエアーズロックみたいな、めちゃめちゃでかい岩に沿っていく感じで行くと、後ろに、まあ結構奥ですね、に木がありますので、まあサメ肌とかいますが、そいつら避けて、でちなみに右側にもちょっとポケモンの巣があったり、おいちょっとやめろ、でさらにもう一個陸地がね右側にあったりしますので、まあそのあたり目印として、陸地がありますので、そこに向かっていきますと島があって、でポケモンの巣とさらに木が1個あるって感じですね。あとさらに実のなる木があるというような場所でございます。でそれでここに落ちているんですよね、ミントが。まあここ光ってるところがありますので拾っていくと、はい、真面目ミントですね、今ゲットできました。まあこれ全部がミントってわけじゃないですが、一周回っていくと、はい、ずぶといミント、もう1個ゲットできましたね。でここでさらにまだありまして、はい、力の粉、まあこれはあとは多分ミントじゃないかなっていう感じなんですけど、はい、力の粉がございまして、まあこんな感じでね、一周回ってくと落ちてて、まあその場所も若干変わってるって感じかな、一回ごとに、みたいな感じでございます。それでこれを復活させるにはどうするかと言いますと、ワットバグですね、それを使っていきます。ワットバグのやり方については、まずここを枯らして、それで願いの塊に投げ込んでいきまして、はい、そしたら紫出たしそしたら中身確認してみんなで挑戦やって、それで本ボタンで設定から、まあこれ多分みんな知ってると思いますけどね、本体で日付と時刻で1日進めますと、それで戻っていきまして、やめるですね。でそしたら私ちょっと検証したんですけど、こここのままじゃ回復しなくてですね、ここで戦ったりしないと、復活しないみたいですね、どうやら。ですので一回戦って、まあここは逃げちゃって全然大丈夫です。はい、逃げましょう。でそれで、逃げましたら、なんと先ほどの落ちてたやつが全部復活しまして、場所がね若干変わったりするような気もしますね。はい、ここに落ちてて力の粉、あと落ちてるミントの種類も違ったりします。ちゃんと甘い蜜で、ミントの数も2個の場合もあるし1個の場合もあるっていう感じですかね。はい、力の粉、あれミント出ないですねミント出ない、ミント集めの動画なのにミントが出ないという低たらくでございます。でここ、はい、甘い蜜、ミント出ねえじゃん、おいおいおい、ミント出ないってことはないと思うんだ、見落としてるとこないかな。いや、ミント出なかったっすね、初めてですわこれ。逆に私なんか10回ぐらいやったんですけど1回も出てこなかったことないんですよね。1個か2個絶対出てきたんですけど、今はちょっと出てこなかったっすね。なのでまあずっとねこれで1回進めて、それでまた戻ってやるっていう感じですね。それで、適当に敵と戦うと、はい、逃げると、はい、それでもう1回復活しますので見ていきましょう。陽気ミント来ましたね、普通にいろんなミントが落ちています。はい、ここ真面目ミント、あ、2回連続来ましたね。はい、ここで、控えめミント、あ、3つ出たの初めてだ。しかもここ地味にウルガモスとかゾロアークとかの固定シンボルもいるんですよね、だから意外といい島だと思います。甘い蜜、うわ、今3つ出たの初めてっすね。1回も出ないケースもありましたけど、3つ出るケースもあるということで、まあ0から3個までぐらいですかね、出るのは。しかも敵も少ないんで別にぶつかったりとかもしないし、超早く効率よくねワットも貯められるし、ミントもいろんなミントを集められるっていう感じでございます。確実にあのミントを狙い撃ちすることはできないですけど、確実にバトルタワーとかやるよりは早いと思います。まあ、この情報は Twitter の DM とかで教えてくださった方なので、その方には感謝を申し上げたいと思います。ぜひ皆さんこの情報を参考にしていただければと思います。他の人と差をつけたいからといって、このミントの情報を独占して他の人にミントいてっていうのはやめてくださいね。